今回は鈴木亜希子さんがに振り付けをしていただいたので、すごく自分も気に入ってるし、少し難しいんですけど、前とは違う自分があるかなと思うので、そういうところに注目してみてほしいです。5番、ジャンプは失敗しなかった、まあまあ自分ではいい演技できたかなと思ったんですけど、点数が思っていたよりも低くて、目指してた点数よりもかけ離れちゃっていたので少し悔しいです。今回ショートでダメだったので、フリーではもう回転不足とかがつかないように、まあ失敗を恐れず思いっきりジャンプを飛んで、できれば細かいミスが少なくしたいと思います。